サスケ選手。1998年10月25日発行、神のプロレス12号。魔の 10.11 プレイバック発言集としまして、誰だ？サスケ選手。誰だって。グレートサスケ選手。はい。誰だ、どこだ、これちょっとこう開いて探すのがちょっと。はい、サスケ選手の、うん、切り抜き発言を振り返っていきたいと思います。ですね、はい。はい。よろしいですか。はい。お願いします。この発言はヤングマガジンアッパーズ、うん、青年漫画誌ですね。98年ボリューム10。はい。結構ちょっと長いですね。長いですね。はい。いいですか。はい。お願いします。それはね、もうルールが違う。ルールが違うのよ。ちょっと待って。ヒクソンというのは柔術、いや、はい、何ですか。このテンションでいきます、今日。いや、こうなんかね、このテンションっぽい活字の起こし方なんですよ。あ、なるほど。真似たんですね。うん、それはね、もうルールが違う、はい。ルールが違うのよ。それ持たないですよ、そのテンション。ヒクソンというのは柔術の選手でしょ。あのプライドワンでヒクソンと戦った高田選手が負けた。あれはプロレスのルールではないじゃないですか。うん、もしもね、僕らが柔道の選手と柔道のルールでやる、剣道の選手と剣道のルールでやる、それじゃ勝てませんよ。だがね、ヒクソンがプロレスのルールでやるというのなら絶対ただじゃ返さない、もう絶対にただじゃ返さない、プロレスラーの怖さを見せつけてやりますよ、というところがワンブロックです。はい、はい、ここは何か気になったところはございますか。いや、声量がすごいなっていうところだけですね。このね、なんか活字の起こし方が、うん、神プロのサスケっぽいですね。神プロのサスケ。続いていいですかね。はい、ちょっと一通りワンブロックというか全ブロックいきましょうか。で、プロレスとバーリトゥードの違いについて聞かれたら、その差はね、確かに分かりづらいかもしれない。僕らも裸、ヒクソンも裸。そんな二人が絡み合ってんだ。そりゃ似てるよ。似ていますよ。でもね、違うんです。プロレスはね、本当に何でもありなんですよ。そこが違う。そこが違うんですよ。ガハハハハハ。もし、彼らのルールでヒクソンとやるって言っても、絶対に僕はやらない。来るなら来いってことですよ。プロレスだったらただでは返さない。もうただでは返しませんよ。これ起こし方が神プロっぽいな、なんか。面白いですね。神プロの中でのサスケさんっぽいですね。サスケ選手も神プロさんも面白いですね。そうですか。でも神プロさんで割とそういう、はい、こういうちょっと遊び入れるじゃないですか。活字上の演出はちょこちょこ入れますね。うん、はい、だからサスケさんの特徴を捉えてるのは神プロさんで、それがまあ表現されてるのかなっていうふうに思うんですけど。あ、そうですか。はい。ちょっと言ってることはわけわかんない、ね。いやいや、これね、すごくシンプルにしか言ってないと思うんですよ。うん。プロレスのルールだったらやると。うん。ただじゃ返さない。うんうんうん。でも、バリトゥーズのルール、ヒクソンのルールだったらやらない。いや、それだけという話ですね。ルールが違うのよ。ね。柔道の選手と柔道のルールでやったら、勝てない、うん、剣道のルールで剣道の選手だったら勝てない、うん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 、柔術のルールでやったら柔術の選手には勝てない、うんうんうん、だけどプロレスのリングでやったらただでは返しませんよ、うんうんうん、ですからまあ全日本系というか馬場さん系の発言の、うん、介護感というか、介護感じゃない、もう少し分かりやすくしたというかですね、うんうんうん、サスケさんっぽい、あ、なるほど、サスケ社長っぽい意見だと思うんですね。ただこれ裏を返すと、うん、はい、まあ、格闘技では全く歯が立ちませんよっていう。ああ、なんかストレートにきますね。まあいいか、はい、もう今現在2023年ですから、うん、まあそうですね、そういうプロレスの守り方をしても仕方がないと思うので、うん、言いますけど、まあそういうことでしょうね、はい、いや、そういうことです、そういうことです。淡々とストレートに言いますね。そうですか。まあでも、うん、サスケ選手は、うん、ご存知の通り、まあ、ルチャリブレの選手なので、はい、うんうんうん、ルチャリブレ系のプロレスを主軸としてますから、はい、
ちょっと格闘技の練習をね、うん、その道場でやったかやらないかっていうのも分かりませんけれども、うん、基本的にはやらないと思うんですよね、うんうん、いわゆるロープワークとか、はいはい、そういう前提運動とかそういうことも含めて、うん、どう試合をダイナミックに立体的に見せるかという練習はされてるでしょうけれども、うんうんうん、柔術の練習とか、うん、バリトゥーデの練習、総合格闘技の練習っていうのは、まあ、ほぼやってない、うん、とは思いますね、うんうん、ただまあプロレスのリングに上がってきたら、うん、要は1対1の喧嘩になった場合はただでは返しませんよプロレスというのは何でもありなんで、うん、どう局面が転がったとしてもただでは返さない、うん、でもその何でもありっていうのが、うん、バーリートゥーズの何でもありと、はい、プロレスの何でもありが一瞬クタになっちゃう場合もあるじゃないですか、うん、はいはい、そのそうですね、語彙力とかも、はい、人それぞれこう受け取り方があるので、はい、プロレスだって何でもありじゃんっていう、カウント5以内なら何でもありじゃんっていう見方もあるので、はい、っていうことは逆にここもいろいろ混同しますけど、5秒以内で何でもありだったら、うん、ヒクソンも何でもありってことだから、うん、マウントパンチグーで殴りますよ。そうですね、プロレスはグーはなしですもんね、うん、でしかもだからチョークスリーパーもなしですからね、プロレスの場合は。そうです、だから5秒以内ならチョークありなんで、うんうん、そうですよね、サスケ選手にはもう 4.5 秒で落ちますよ、うん、これはサスケ選手は勝てませんね勝てプロレスのリングいやそんなことはない、そんなことはない、いや勝てないでしょいやプロレスのルールであれば、うん、勝てる可能性はあるんじゃないですか。いや勝てないです。そうですか、うん、だからその、うん、5秒ルールを混同してバーリートゥーズのルールとプロレスルールを、じゃあ例えばですよ、うん、ルチャリブレ的な展開にもしなったとしたら、うん、だって受けなきゃいいじゃないですか。それ受けなきゃダメなんですよルチャリブレですか。あ、なるほど、ええ、あ、じゃあヒクソンは、はい、そこは受けといて大人の対応して、はい、受けた後にスリーパー、チョークスリーパーそう、起きて破りすぎますね。いや全然起きて破りじゃないでしょ。そうですか、うん、何でもありなんですか、5秒間。だから割とこれコメントが楽しみですけど、はい、プロレスは5秒以内何でもありじゃんとか、うんうんうん、まあプロレスは強いとか、その馬場さん、はい、全日本系寄りのこう意見の方もいらっしゃるんですけど、はいはいはい、プロレスは絶対に負けないというね、うん、プロレスのリングであればプロレスラーが勝つと、はいはい、だサスケ選手の柔道は柔道、うん、剣道は剣道、ルールが違うから、うん、これは格闘技的な視点ですよね、はい、視点としては、はい、ですけどプロレスのリングに来た場合には、うん、何でもありなんだからただでは返さない。ここはちょっと混同してますよね。そうなんです、だから受け取り方、うん、こうご覧になってる皆さんも、うん、受け取り方がもう十人十色なんで、はいはい、その受け取り方によっていろんな展開が生まれますから、プロレスのリングに上がるということは、うん、つまりはヒクソンは、うん、仮にですよ、うん、上がったとしたら、うん、プロレスを受け入れてるわけですから、うんうん、負ける可能性もありますよね。あ、だから受けてヒクソンがどの思考で来るかですよ、うん、そうですね、僕みたいな僕寄りの思考だったら一応受けといて5秒、 4.5 秒で落とす僕よりの思考ってさらっと怖いこと言いますね本当に。そうですか、うん、もう全然いい、問題ないでしょう。問題ないですか、うん、でも道のプロレスでそれやったらダメなんじゃないですかね。だってヒクソンが空気を読めるかどうかっていう選手もね、まあもともと道のプロレスに上がりませんからねこれはちょっと不毛な議論かもしれないんですけど、うんうん、でもサスケ選手のこの発言の真意としては、うん、プロレスのルールだったらただでは返さない、うんうんうん、でも柔術のルールだったら、あるいはバーリトゥーズのルールだったら僕はやらないというところが真意なので、うんうん、だからそこなんです。プロレスだったらただでは返さないっていうけど、うんはい、じゃあプロレスでそのお客さんのことを度外視ですよ、はい、でもカウント5ぐらいだったらチョークスリーパーでもいいわけですから、これはだからサスケ選手のプロレス感と田村選手のプロレス感が違うということですね、うん、そうですね、考え方の、うんはい、だからそこをヒクソンがチョーク空気を読んで、うん、そのチョーク 4.5 秒で落とすっていうところを除外すると割とまあ異種格闘技戦的な戦いにはなると思います。でももっと突っ込んで言うと、うん、じゃあ仮にね
道のくプロレスのリングにヒクソンが上がるとなったら、うん、これは道のくプロレスの、うん、道のくプロレスの一員になったということなので、そんな異種格闘技的な試合にはならないんじゃないですかね。特別試合、あ、特別試合か、うん、そういうことか、うん、じゃあバーゴンとかそういうのと一緒ですね。バーゴン、いや、なんでもないですあの、だから、ね、あったんですか、サスケとバーゴン、はい、バーゴンってプロ選手の名前、ルイジンエン、ゴリラみたいな、あ、ちょっとそこは興味がないんで、はいはい、興味ないですか、ね、うん、でもそうですね、まあ、そうか、うん、今田村さんが言ってるのは FMW 的なプロレス対柔術みたいな、うん、FMW の中で行われてるプロレスラー対柔道の選手みたいな、うん、そういう異種格闘技戦のプロレスということですか。ややこしいですけど、そこはだからいろんな見方、なるほど、あの、はい、緊迫感ある異種格闘技戦にするのか、うん、そこはサスケ選手の腕とヒクソンのプロレス感の腕なんで、だからサスケ選手のプロデュース能力が上回れば、うん、サスケ選手が勝てますよ、ね、あ、勝てます、勝てます、うん、そうですね、だそれはもう交渉にかかってますね。いや、あの、主導権を握るのはヒクソンです、うん、試合の中で、はい、ということですか、はい、交渉の中でもですか。交渉の段階まで遡ります。でもプロデュース力が上回るということは、うん、その交渉で主導権を握っとかないと、うん、交渉だったら、はい、もうサスケ選手とはやらないです。こう想像の話なんで、はい、だ、私たちも現実と想像の、はい、こう2次元と3次元がこう混ざっちゃってるんで、うん、ヒクソンとサスケは実現不可です。不可ですよね、まず、はい、うん、だけどもし戦ったらってなって、はい、プロレスルールなのか、これ分かりました、あの、うん、ヒクソンと言うからちょっと分かりにくくなるんで、うんうん、じゃあ田村さんだとしましょう、うん、田村さんが道のくプロレスのリングに上がります、うんうん、で田村さんは UWF を貫きます、うん、はいはいはい、ね、うん、でもサスケ選手は試合前に UWF であろうが何だろうが道のくプロレスのリングに上がったらただじゃ返しませんよ、記者会見で言うわけですよ。で田村選手もその記者会見のサスケ選手の発言を聞いてちょっとカチンと来てるわけですよ。マジカチン、マジでカチンと来てる、ちょっとふつふつとたぎるものが出てきて、で交渉しますよね、ルールのこととか、どういうルールにするか、はいはいはい、で折り合いつかずリングに上がったとしましょう。はい、はい、どうされますか。怪我させない程度にちょっと高圧的にある部分攻めると思います。でもこれだから分かりやすくと、新日本対 UWF の、うんうん、まあ誰だろうな、前田さんと藤波さんじゃないな。なんか新日本と UWF の構想的な感じになると思います。うんうんうん、じゃあ前田明対木村健吾的な。うん、そうです。さあ、そうですね。はい、うん。だけど、もうそこのプロレス感が僕の中に入っていると、うんうん、お客さんのことを考えるので、はい、だ大怪我はさせません。うんうんうん、手前で、ちょっと収めといて、うん、面白い緊迫感ある試合ができればなと思いますけど、だからその時は主導権は僕ですよ、試合の主導を握るのは僕ですから、うん、サスケ選手は飛び技は出せないんですか。僕はその時の空気感で受けたり受けなかったりすかしたりします。なるほど、はい、まあ、こうやって僕が上から目線で言うとね、コメント欄が荒れるんで。荒れるんですか、はい、まあ、たまには荒れた方がいいんじゃないですか。うん、そうです。まあ、口炎上ぐらいであれば。はいはい。全然、心臓、こう。じゃあ、あくまでも、うん、田村さんは、サスケ社長をプロレスラーとして扱う。うん、扱うといったら言葉を。ああ、全然扱います。そういうことです、ね。はい。ヒクソンとは違います。そこにはやっぱり、緊迫感のある、戦いのあるプロレスを田村さんであれば持ち込むと。そう、その中でサスケ選手も光らす、うん、なるほどね、で僕もまあある程度光らしてもらって、なるほどね、お客さんも満足してもらいたい、見たいな、サスケ対田村、ほぼ同年代ですもんね。ああ、同級生じゃないかな、ね、しかも、ね、ほぼ同期ですよね、プロレス入りもね、うん、で毛色の全く違う2人が、うん、
何十年の時を超えて対峙する、うん、このシーンは見てみたいですね。サスケ選手の性格って分析するとどうですか、どんな性格ですか。いや、このまんまですよ。このまんまっていうのこの活字の中で現れてるような、うん、このまんまですね、うんうん、ちょっと調子者的な感じですか。お調子者で可愛げがあって、うん、ああ可愛げがあって、なおかつ、まあ、あの勇猛果敢で、うん、ある意味怖いもの知らず的な、うん、はいはいはい、で、そこの国に能天気っていう能天気ああいいですね、うんうん、素晴らしいですね、うん、でもまあ これね、サスケ選手、僕ねハッスルの時に試合拝見したことあるんですよ、はい、あ、そうなんですか。はい、へ、なんか場外に、うん、ノータッチでこう場外に飛ぶんです。トペかなんかわかんないですけど、はいはい、ちょっと覚えてないですけど、はい、で場外フェンスにガーンって膝ぶつけたりして、いや、そうなんですよ。だから無茶するんですよ、うん、人生無茶リブレですから本当に無茶リブレなんです。もう時折面白いワード入れますね。そう、面白くもなんともないんですけど、うん、あのですからこれはもう高田ヒクソンを全く逸脱した話になってしまいましたけれども、うんうんうん、このサスケさんのコメント、うんうん、これは面白い、面白い、うん、まあプロレスを守る守らないというよりも、うん、サスケ節ですね。あ、うん、なるほど、そうですね、はい、はい、ま、割と皆さん、うん、まあ、皆さんでそうごく至極当たり前のことなんですけど、うん、割と高田ヒクソンを真面目に捉えて、うん、そう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 、生真面目に捉えている、うん、まあ、それぐらい重い事件だったんですけど、うんうん、サスケ選手はまあ割とこう意に介してない部分があって、うんうんうん、うん、まあちょっと心の裏は分かりませんけどもね、うん、結構底抜けに能天気であってもナイーブな部分もお持ちでしょうから、うん、そこは分かりませんけれども、うん、あくまでもサスケ節、サスケ、うん、ザ・グレート・サスケのキャラクターを貫いたコメントっていうところでは面白いですね、うん、面白いですね、うん、皆さん真面目なコメントが多い中、はい、こういうちょっとあの ゆるい感じのコメントは、はいはいはい、まあ、口直し的で、なるほど、うん、よかったと思います。じゃあその口直しの、うん、口直し的な意味で、うん、田中みのるさんのコメント続いていきますか。いや、これ一回切りましょう。面白かったんで。あ、そうですか。はい。17分喋りました。はい。一回切ります。はい。次回、次が田中みのる選手。はい。はい、田中みのる、あ、わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。